はい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 。ついに、ついにですよ皆さん。神の帰還が近づいてきております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい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 。まあサムネイルね、見てくださった方はわかると思うんですけど、巨人のね、大勢投手と中川投手がついにね、もう復帰間近なんじゃないかというところで、今日はテンション爆上げでお送りしていきます。はい。まあ、大勢投手と中川投手、うんね、まあ、中川投手は左膝ね。で、大勢投手は右肩というところで、まあ、離脱しましたと。で、本来、二人の役割っていうのはすごく重要なところで、めちゃくちゃ重要なところで、8回、9回というところを投げるピッチャーなんですよね。で、まあ、皆さんも分かってると思うけど、現代野球における、抑えの投手であったりとか、まあ、救援陣っていうのは、ものすごく重要なわけですよ。わかるでしょ皆さん。だって試合見ててね、前半勝ってますと、いい感じですと。で、じゃあ勝ちパターン出てきましたと、いうところで、頼りない勝ちパターンやったらきついやんか。最後までハラハラするやん。で、結局打たれたりするやんか。で、やからやっぱり今の現代野球で、まあもちろん先発大事よ。もちろん先発は一番ね、ウェイトを占めてますよ。勝敗のね。ただ、やっぱりね、この7、8、9っていうところで投げるピッチャーがどれだけ層が厚いか、レベルが高いかっていうところ、やっぱりめちゃくちゃ大事なんよね。うん。一人ね、1イニングずつ投げてくれたらマジででかいと思うし、だいたい強いチームって後ろ強いやん。で、今までの巨人って、今年入ってからの巨人って、大勢中川に、メンデス、グリフィンももともといなくなったわけ。その、4枚の、まあ、先発2枚、抑えというかね、救援陣2枚の、この4人を書いて、この4人を書いてよ。で、それだけね、成績が良かった。うん。去年のまでの、もしブルペンで、この4人が抜けてたとしたら、もう終わりやからね。終わり。もう多分リアルに、まあ、ちょっと持って言うかもしれんけど、ちょっと持ってるかもしれんけど、ほんまに5位、6位、さまよっててもおかしくないぐらいのレベルなんよね。でもそれを、そんだけクソみたいな、クソとか言ったらあかんけど、もう、投手陣を1年で、こんだけ再建できたっていうのはほんまに大きいと思うし、そんだけね、層が厚いんで、このめちゃくちゃ重要な4人がいなくても、まあ今なんとかね、3位かな ?3 位っていうところにいるっていうところで、まあ全体の成績見ても、貯金が1位になるんかなっていうところで、マジで本当によく耐えたなっていうところはありますと。で、安倍監督っていつも言ってるじゃないですか。8月、9月が大事だよって。去年の阪神とかも、その8月、9月にめちゃくちゃ勝ってたやんか。っていうところで、やはり夏場で厳しいところ、一番、こう、シーズンがね、盛り上がってきて、一番こう、チームとして力を出さなければいけない時に、やっぱり勝ち切らないと、優勝はできないっていうふうに言ってるんですよ。それは僕もね、全く同感ですし、全く同じように思いますからね。だからそこの期間に、やはりしっかり自分たちのね、ところの選手が、ソロってね、やってるっていうのが一番大事なわけですよ。で、そこで、今日の本題、大勢中川の復帰ってとこなんですけど、まあ、中川選手に関しては4月14日にね、左膝痛めて、まあ、もともとシーズンの初めから痛めてたっていうところはあるんだけど、4月14日に左膝で、離脱したんよ。抹消したんよね。で、そっから、まあ、およそ2ヶ月後の6月13日に、シート打撃で、11人に投げて、22球、被安打0というところでやってるんですよね。で、大勢投手も、まあ、5月4日に肩、なんかこう、ちょっとこう、痛めたというか、ちょっとなんか抜けたみたいな感じで降板したんですよ、途中ね。で、その日にね、抹消して、で、1週間ぐらいというかね、10日か。最短10日で戻ってくれるんで、10日で戻ってくるんじゃないかっていうふうに言われてたんですよね、もともと。ただ、
その右肩っていうところがやっぱりピッチャーにとって生命線というか一番大事なところではあるので、ちょっと慎重にならないといけないんじゃないかっていうふうにネット上であったりとか解説者の人であったりとかそういった人が言ってたんですよね。で、僕もそれは同意見だったんですよ。うん。早く帰ってきてほしいんだけど、やっぱ右肩っていうところの箇所の問題もあるし、無理してもう一回痛めるっていうことになったらね、二度寝間というかまた遅くなっちゃうんでね、復帰するのが。だったら、まあ、20日間とか使っていいから、まあ、しっかり直してきてほしいっていうのがね、本音だったんですよね。なんですけども、意外と時間かかったんですよね。5月4日に抹消して、6月14日。だから、1ヶ月と10日後に、シート打撃投げてるんですよ。で、6人に投げてて、打者6人投げてて、最速155キロ出してるんですよね。だからまあ、球速がこれで出てるっていうのは、まあその、体に不安がないっていう証拠だと思うし、まあ大勢投手ね、もともと球が速いっていうところで、まあその、体の面っていうのは、もう比較的ね、ほぼ万全というか、まあ万全だというふうに思います。で、やはりこの大勢投手、中川投手、どちらにも言えるんだけど、結局、連投チェックだと思うんですよね。どういうことかっていうと、まあ3試合連続で投げないとかいう規制を持たせながらね、今の巨人っていうのは投手運用してますと。それはすごくいいことなんだけど、やっぱり、一軍の雰囲気であったりとか、一軍の舞台での連投と、二軍でね、そのリハビリとかでやってる連投ではやっぱりわけが違うんで、やっぱりこの二人はですね、しっかり連投チェックっていうのをやってもらいたいというふうに思ってて、まあ、おそらく、まあ、二軍戦でやるとは思うんですけども、まあ、今日ね、アマチュア野球との交流戦で、セガサミ、社会人野球のチームとやってるんですよ。で、まあ、そこでね、二人とも投げるっていうところで、安倍監督も視察に行ってるんですけど、まあ、二軍戦で、やはり、2試合、まあ、もしかしたら3試合とかね、連投とか、してから僕は上がってきてほしいなって思ってるんですよ。うん。で、結局そこができてなければ、やっぱりまた痛めたりとか、おかしくなったりとか、そこの、限界値までやっぱチェックしておかないと、やっぱファンであったりとか、まあ、首脳陣もそうだと思うし、本人もそうだと思うんですけど、不安だと思うんですよね。一回二回行って、すぐ上がるっていうのは、今の、まあ、好調な投手陣にしても、本当に大丈夫かっていう話にもなると思うんで、やっぱりね、2連投、3連投は、してほしいなって思ってるんですよ。で、それをすることによって、やっぱ多少ね、期間は遅くなるんだけども、まあ、このままいったら大体7月、7月の、まあ、上旬ぐらいには2人とも帰ってくると思うんですよね。普通に、問題なくやれればね、連投チェックしっかりやって、できればですね、7月上旬ぐらいには戻ってくるんちゃうかなっていう、見込みは僕は立ててますと。で、まあ杉内投手コーチが言ってたんだけど、やっぱりここから帰ってきて、まあ離脱してたんでね、この二人にはシーズン終盤というか最後まで、もうフルでね、行ってほしいっていうのはあるっていうふうに言ってて、まあそれに加えてですね、やっぱりこう今の一軍のピッチャー陣頑張ってるじゃないですか。この先ほど言った4人を書いて、そんだけね抑えてるわけなんで、やっぱりこう名前だけで上げるっていうのはしたくないっていうふうに言ってたんですよね。だからやっぱりある程度やっぱ結果っていうところも、まあ二軍戦であったりとか、まあ今日のセガサミも、まあこれセガサミのこの試合が始まる前に撮ってるんで、ちょっとどういう結果だったのかはちょっと言えないですけども、そこっていうのはやっぱある程度ね、これぐらいのピッチャーなんで、ある程度やっぱ結果を出して、しっかり連投もチェックして上がってきてほしいっていうのは、やっぱあるんですよね。で、やっぱり、そういったところ、まあ、グリフィンも帰ってきましたし、メンデスはちょっとまあ、どうなのかっていうところありますけども、やはりまあ、そのね、選手たちが帰ってくる。で、そのいなかった時に頑張ってくれた選手ね、いるでしょ？バルドナードであったりとか、高梨さんもそうですし、まあ西大投手とかもね、そうだし、泉投手、まあ、ケラー投手とか、もうすごく頑張ってくれたっていうのはあるんでね。そういったところも、この二人が戻ってくると、よりね、強固な投手陣になると思うし、で、打撃というところもね、徐々に、まあ、上がってきてるっていうところもあるので、非常にね、この二人が帰ってくるっていうのは、チームとしてね、この8月、9月、勝たないといけないっていうふうに言ってる中、この二人が帰ってくるのはマジででかいというふうにね、しっかり仕事さえしてくれたら本当にいいピッチャーだと僕は思ってるので、
今までね、抜けた時に頑張ってた投手とプラスしてね、すごく相乗効果が生まれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今日のちょっと本題とちょっとだけそれるんですけど、まあ余談なんですけど、まあ畑投手もね、今めちゃくちゃ良くて、2軍でね、4月から6月まで失点0。すごない?4、4月、5月、6月、防御率 0.00。今18試合連続無失点してるんですよ。で、それで、まあ上がれないっていうぐらいの層の厚さ。でも逆に、畑さんの立場から言うと、この防御率、この成績で上がれないってことは、もう、ちょっと見切りをつけられてる感も、もしかしたらあるんじゃないかっていうところもあるんで、もし上がるとしたら、その、交流戦が終わってね、今期間空いてるじゃないですか。21日からもう上げるしかないと思うんですよ。こんだけいいピッチングしてて、上がれないっていうことになってくると、もう、見切りつけられてると思うんですよね。だから、まあ、畑選手もね、そこを、なんて言うんだろう。腐らずにね、こんだけやってるから18試合連続無失点でね、0.00 なんでね、防御率ね。そういったところで、まあ、今、一軍にまあ、平内投手とか、まあ、そのあたりいますけども、変えるんだったらそのあたりかなっていうふうに思うし、もしね、この二人が7月上旬に上がってくるっていうところになってくるんだったら、先に畑さんを上げてね、その勝利の方程式の一角に入れても、僕はそれぐらいの能力はあるピッチャーだと思うし、まあね、なかなかやっぱ一軍でしっかりね、投げてるピッチャーが多いんで、そこまではしないかもしれないけども、畑投手っていうところも非常にね、今二軍見てて、すごく抑えてるな。これで上がれないのはちょっときついなっていう感じもしたんで、今日ね、ちょっと、まあ余談としてお話をさせていただきました。はい、そんな感じでですね、今日はね、神の帰還、もうすぐというところで、まあ神って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあやっぱりこの二人がいるかいないかっていう、ところではね、安心感も全然違うでしょ、正直。僕も見てて全然違うんで、だからやっぱりね、中川投手に関しても、大勢投手に関しても、やっぱり体が万全で、やっぱある程度できたらね、ある程度のパフォーマンスは残してくれると僕は思ってるんでね。そこにプラスして、今まで頑張ってきた投手が加わってくるとですね、本当に鬼に金棒じゃないけども、本当に素晴らしい、もうめちゃくちゃ素晴らしい投手になってくると思うので、あとはね、やはり点をどれだけ取れるかっていうところにかかってくると思うので、野手陣ね、野手陣の奮起っていうところに、期待したいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日はお疲れ様です。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお疲れ様です。テレビマンバイ。